どうも、ハローチューブでーす。はい、今日はですね、ライジンランドマークボリューム3の、試合の感想を話していきたいと思います。はい、それでは早速、第1試合、ユーシ選手対ゼンキ選手の、試合ですね。この試合はですね、まあ、キャリア的には2人とも あんまりなくて、ちょっと自分も試合とか見たことなかったんですけど、まあ、前期選手が軽量オーバー2キロちょっとしたようで、まあそれはちょっとプロでやるなら体重は最低限作ってくるのが、最低限まず仕事の一つ目だと思うので、でまあ、ユーシ選手はですね、すごく自分は初めて見たのが大晦日で見たんですけど、もう物怖じしないというか、入場かっこよくて、こうああいう大舞台ですね、いきなり出てあんだけこう堂々と動けるっていうのは、すごくプロとしてそういうとこ尊敬するなと思いました。まあ、内容はユーシ選手が KO 勝ちで、まあ、内容もですね、2キロ重い相手とこう試合するってなかなか、まあ、やりたくないと思うんですけど、そこもしっかり勝って素晴らしいと思いましたね。はい、続きまして第2試合、原口彰選手対、関哲也選手の感想ですね。この試合そうなんです、ちょっと今これ川沿いで撮影してます。景色がいいですよね、隅田川。はい、この試合ですね、すごく面白かったですね。2対1で関選手が判定勝ちだったんですけど、原口選手はグラディエーターのチャンピオンで、関選手はゼストのチャンピオンで、まあ、関選手は、ストライカーですね。どちらかというと打撃でこう KO を築くタイプ で原口選手、僕ちょっと試合とか見たことなかったんですけど、今回見てすごくレスリングがですね上手で、すごいいい選手でした。組み際とかですね、離れ際の打撃もすごく気を抜かずにですね、しっかり攻めててですね、3ラウンドまでスタミナも結構ガンガンテイクダウンいって疲れる展開だったと思うんですけど、すごいいい選手だなって思いました。で、関選手はですね、やっぱりこうやっぱ組まれちゃって後手にはなるんですけど、こう相手にこうダメージを与えようとする、こう打撃で寝かされてもこう肘とかこう打っていって、まあ、やっぱり一本こう取りに行くとか、フィニッシュにこう向かう姿勢がこう関選手の方が評価されたのかなって判定については思います。まあ、自分は結構やっぱ原口選手いい選手だなと思って、原口選手が攻めてる印象もあったんですけど、やっぱり最近はこう判定もですね、こうフィニッシュに向かう姿勢が重要になっているので、まあそういうところが評価されたと思います。はい、続きまして第3試合、グラップリングマッチ、所選手と金原選手対中村選手と太田選手のチーム戦ですね。これですね、ストラッサーさんと一緒に予想させてもらったんですけど、まあ結果はドローということでですね、予想は外れてしまったんですけど、やっぱり皆さんそれぞれこう特色が出てすごい面白い試合でした。やっぱグラップリングでもですね、レベルの選手が戦ってるとすごい見応えがありましたね。やっぱ所さんと中村選手はすごい決めに行くタイプなんで、こう動きがすごい出るんですよね。こうポジション、まあ、MMA だと結構、まあ、ポジション取ってしっかり固めてパウンドとかっていう、まあ、展開が多いんですけど、2人ともグラップリング単体ですごく強い選手だと思うんで、もういろんなとこからこう決めを狙いに行ってて、でやっぱ逃げるのも上手で、金原さんとかやっぱめちゃくちゃ強くて、
すごい肩固めとか何回も中村選手に決めそうだったんですけど、やっぱりそこをしっかりしのいで、でまたスクランブルの展開に持っていきたいっていう中村選手と、すごい見応えのある、試合でしたね。いろんなやっぱ太田選手のガブリとかも最後あの所選手にやってましたけど、あれとかめちゃくちゃ強いですね。同階級だとやっぱ脅威ですよね、ああいうのは。でも金原選手はあの姿勢になってもやっぱぶん投げられなかったのはやっぱフィジカル的にはやっぱ強いですね、金原選手。また皆さんのですね MMA の試合がすごい楽しみに見たいなって思いました。続きましてですね、セミファイナル、魚井フルスイング選手対倉本和真選手の試合ですね。こちらですね、判定で倉本選手が勝ったんですけど、最初ですね、魚井選手がいきなりこうパンチで攻めていって、自分もびっくりしたし、多分倉本選手もびっくりしたと思うんですよね。魚井選手っていつも割とこう街でこうカウンター、自分からというよりもカウンターを、左のカウンターを合わせて倒すタイプなんですけど、結構今回あの積極的に1ラウンドの最初からですね、もう決めてたと思うんですけど、自分から攻めていってました。でもやっぱり全体の流れとしてはやっぱり倉本選手のレスリング力の方が上で、テイクダウンして、まあ上からですね、倉本選手やっぱ倒しに行こうっていうあの感じがいいですよね。やっぱり倉本選手パウンドももう全力でこうぶっ倒しに行くし、投げももう相手にこう投げるための投げというか、投げでダメージを与えにいってる投げしてるんですよね。こう一回こうガードぐらいから持ち上げて頭から落としてたんですけど、まあああいうのって練習ではちょっとできないし、あの常にそういうイメージをしてこうこっから頭から落とすとかって考えてるんだと思うんですよね。やっぱああいう選手は怖さがありますし、あのすごい自分も参考になるなっていうシーンがありましたね。魚井選手は下から対処すごくうまかったですね。こう足がすごくよく効いて、あの倉本選手も思うようにこうパウンドが打てなかったと思います。 いつもの試合に比べて、あのもっと本当はガンガン行きたかったと思うんですけど、足がしっかり効いてたんで、あの蹴り上げとかあって、そう簡単にはこうペダラーだってこう足でこうキックするのがすごく上手でしたね、魚井選手。でもやっぱりあの内容的には倉本選手がだいぶ上手だったかなと思う試合でした。はい、続いてメインイベント、はい、萩原恭平選手対クレベル小池選手の試合の感想を話していきたいと思います。これもですね、あの自分のチャンネルで、ストラッサーさんと予想させていただいたんですけど、まあ2人とも、まあ、ちょっとそのフィニッシュの技は違うけど、まあ、1ラウンド1本フィニッシュってことで、まあ、正解っていうか、まあ、まあそんな感じだったんですけど、やっぱりその寝技の自力に差があるっていうのは戦前から分かってましたし、そうなるっていうのは萩原選手も分かってたと思うんですよ。でその中で作戦としてもう最初から打撃ですごいプレッシャーかけていって、で良かったですね。もう萩原選手の打撃すごいパンチも蹴りもスピードあって切れてたんで、もう前半結構もうクレベル選手危ないかなっていうシーンもあったんですけど、クレベル選手ってもう本当に喧嘩強いって感じですよね。もうこう絶対に諦めないし、絶対こもうやってやるんだっていうのがですね、見てて分かるし、もうああいう選手は多分もう失神しないと負けないと思うんですよね。もうなんでやっぱクレベル選手がやられるとしたら、もう打撃で KO されるか、まあ判定でもやっぱり寝技があれだけ強いとですね、上取ってもそう簡単には勝てないし、まあ難しいですよね。クレベル選手すごくやっぱり強いですね。はい、萩原選手ですね、すごくやっぱり打撃強いし、プロとしての何ですかね、見た目とかこの振る舞いとかすごく
かっこいいと思うので、あのこれからもっともっとあの強くなると思うんですよ。でやっぱり寝技がですね強くなるのって、寝技を強くなるってすごい時間がかかることだし、あのコツコツやっていかないといけないと思うんで、まあこれからですねすごい楽しみですね。あの今岩崎選手と一緒に柔術とかもやってますし、まあ僕的にはまあレスリングもっと力入れてあの萩原選手やっていくと、もっとこう打撃とうまく融合していっていいんじゃないかなと思いますね。はい、あのこう寝技をですねこうしのぐ練習だけじゃなくて、自分が寝技で攻めることをすると、あの寝技こう逆に相手がこうやったら、寝技師がこういう風にやられたら嫌なんだっていうのも分かってくると思うんですよね。なんであの僕も昔最初打撃しかやんなくて、で、まあ、結構プロになっても何試合もほぼ打撃しか考えてなかったんですけど、あの途中からちょっと組み技も自分からタックルも行くようにして、まあ、だいぶあの最近タックルばかり行ったりするんですけど、まあそれですごく強さがあのまた強くなると思います、萩原選手は。なのでこれからの活躍に期待します。頑張ってください。はい、それではですね本日はライジンランドマーク3の、試合の感想をお話ししました。またですねいろいろコラボとかもですね、やっていきたいと思っているので、皆さんこれからも動画楽しみに見てください。ありがとうございました。